こんにちは。エクステンシブルビジネスレポーティングラングエッジ、XBRL コースの導入紹介セッションへようこそ。こんにちは。イアン・ロックです。私は20年以上にわたって、多くの公的機関で IT プロジェクトのマネジメントを行ってきました。在職中、私は電子報告に関わる解決方法を紹介してきました。 このコースを通じて私の経験を皆さんと共有していきたいと思います。エクステンシブルビジネスレポーティングラングエッジすなわち XBRL とは事業データや財務データを電子的に交換するための言語です。XBRL によって、 法律で定められた報告開示を含む財務報告の情報の作成交換及び分析を行うために企業が使用することを義務付けられている XML ベースのフレームワークを使用することができます。XBRL を学習するための時間をとっていただきありがとうございます次へをクリックしてコースを始めます。 ユニット1にようこそそれではコースを始めましょうまずは電子的な事業報告の環境のユニットから見ていくこのユニットでは報告開示プロセスにおける課題を浮き彫りにするような事業報告に関する様々な動向を見てデジタル報告の標準をその解決策として活用するための方法を学習しますここで見ていく概要の 全てにおいて活用でき、それぞれの課題を解決する技術こそが XBRL なのです。現在、官民問わず、様々な組織の代表が集まり、政府、民間人、企業間でのデータ交換における報告の負担をどのように軽減するかということについて話し合っています。スライドを見て、このミーティングの最終目標を確認してください。 皆さん、おはようございます。お集まりいただきましてありがとうございます。本日は、政府と企業の間でやり取りされる報告に関する負担という、我々が直面している課題について話し合うためにお集まりいただきました。政府からも様々な政党の政治家からも、何か行動を起こすべきであるとの要請を受けています。 率直に言って我々はお役所仕事という言われ方をされています世界銀行が公表しているビジネス環境の現状での我が国のランクについて NPO から批判の声が上がっています我々は委員会として現行のシステムや手順に対する変更の提案を一体となって行っていくことができますこの問題について 多様な視点から取り組んでいくために、さまざまな機関や組織の代表者に集まっていただきました。最近、XBRL インターナショナルの国際会議に参加する機会があり、そこでチャールズ・ワトソンさんにお会いしました。チャールズさんは XRL のああ、失礼しました、XBRL 標準のエキスパートです。 チャールズさん、一体誰がこのような名前を付けたんでしょうね彼には報告の負担を軽減する政府の取り組みを支援した経験がありますですからその問題に対処するための課題を説明してもらったりその課題に取り組む目標達成の見込みをお話ししてもらおうと思いこの場にお招きしましたチャールズさんよろしくお願いします イアンさん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。この会議に参加することができ、うれしく思います。本日は、報告に関する負担について、体系的にお話ししたいと思います。また、このような負担をなくすための、という目標達成についても、いくつか提言したいと思っています。すでに、 このようなトピックについてご存知かもしれませんがもしそうでなければ気兼ねなく何でも質問してくださいこれまでお話ししてきたことから組織にとって状況がどれほど複雑になりうるかが分かりましたねまたサラさんが重要なポイントを取り上げてくれました 同じ情報が異なる形式で要求されるということです。皆さんの立場ではどうなっているか、より詳しく分析してみましょう。アンドレアさん、税務署ではどのような形式を使用していますか私たちの場合、財務書表は紙文書形式で集めています。郵送されてくることもありますし、 各地域の税務所で提出することもできます。紙文書の形式で集めている主な理由としては、その形式が最も簡単に取得できるためです。また職員はデータの分析を行うわけではないためです。職員は財務書表の数字と確定申告の内容を比較するだけです。現在、これは手作業で行っていますが、 将来は自動化したいと思っています登記所ではマイクロソフトのワード文書形式で要求していますこの形式だと編集することができるため政府観光物の形式に簡単に調整することができます私たちは法人税の情報処理をシンプルにするために税務署と登記所で共有できるように 同じ形式で提出してもらうようにしようと計画していますさらに政府観光物を紙に印刷するのをやめ財務諸表が電子的に利用できるオンラインポータルを提供することを計画していますただし現在機関によって提出期間が異なり期限遅れの提出に対する罰則も異なるためこれには法律の改正が必要となります アンドレアさんありがとうございますあなたが抱えている主な課題は異なる形式で送られてくるデータの見比べや比較そしてデータの公開のために多くの報告書を統一されたレイアウトにまとめることのようですねエマさん中央銀行ではどのような形式を使用していますか入力フォームを使用しています 通常、Microsoft Excel のスプレッドシートで、中央銀行のウェブサイトからダウンロードできます。ファイルにはパスワードがかけられ、内容は保護されています。銀行は必要なデータを手で入力し、中央銀行の提出用サイトを通じて、スプレッドシートを提出します。中央銀行には内部開発したソリューションがあり、これらのスプレッドシートから自動的にデータが抽出され、 分析シスステムにエクスポートされますデータは直ちに分析や意思決定に使用されるためその精度は高いものでなければなりませんそのためスプレッドシートにはバリデーションのルールが数多く組み込まれており提出をする側が提出前にデータの正確性をチェックできるようになっていますそしてさらに 提出する側でミスを見落として修正できなかった場合に備えて、同様のルールに従って、中央銀行側でもスプレッドシートの受け取りの際にデータのバリデーションを行います。それでは、大量のデータが送られてくる中央銀行の場合、主な課題というのは、データの変換と抽出の自動化、そして提出の前後に、 その品質をバリデーションすることになりそうですねイアンさん前局長として統計局ではどのような状況であるかお話しいただけますか XBRL 辞書はその元となる基準の解釈や変更を行うことはしません樹立・ジュリスディクションごとの会計基準を統一する作業は XBRL 辞書の作成とは別のプロセスです 現在多くの国で発生している国際財務報告基準である i f ァ r s へのコンバージェンスプロセスを例に挙げてみましょう。基準の内容について意見が統一された後、共通の辞書が使用されたり開発されたりします。ジョンさん、もし私の理解が正しければ、あなたの国でも会計基準を国際財務報告基準である i f ァ r s に変更していましたよね。 その通りです現在95%が変更されたと考えられていますがその中には企業が報告すべきものだけでなくその報告が測定される方法も含まれていますおっしゃる通りですそしてそれ以上のものも含まれていますスライドで確認しましょう議論を再開しましょうこれまでの調子はどうでしょうか これまで報告の基準が持つさまざまな課題を解決するためのソリューションとして XBRL がふさわしいということをチャールズが他の参加者に説明してきてくれましたただし参加者も XBRL について疑問が残らないように多くの質問をする必要がありますチャールズ以外の参加者の観点や意見を理解するのもまた大事なことでしょう つまり、チャールズの説明を十分理解しましょうということです。このセクションでは、XBRL の利点を確認し、それが、どのように、これまで見てきた課題に、対処できるかを説明していきます次へをクリックして、ミーティングに戻りましょう。チャールズさん XBRL が我々の要件を満たせるようにするため、XBRL の開発に我々が参加することはできるのでしょうかできます。XBRL インターナショナルに参加してメンバーとなり、XBRL のリソースや資料にアクセスしたり、使用書の開発に参加することができます。私はそうすることをお勧めします。 それは XBRL のエキスパートたちにお会いしてメーリングリストを使用し質問することができるようになるためですまとめに入るとこれまで見てきた通り XBRL はここで特定した全ての課題に対応できるソリューションだと言えます電子データのやり取り用の形式として報告プロセスを自動化することができますさらに XBRL のデータは データの定義やバリデーションのルールを含む辞書に従って IT システムからデータを自動的に読み込んだり抽出したりできます XBRL のデータは柔軟に拡張できデータ同士の一貫性も維持することができるのですさらに XBRL は文書を使用して拡張できる市場で入手できる標準であり世界中でさまざまなプロセスへ応用の実績があります チャールズさん、ありがとうございます。私はこれはぜひ検討すべき面白いソリューションだと思いますが XBRL の導入の結果起こることについてより学習し評価する必要があると思います。結論に入る前にさまざまな報告の基準が持つ課題を解決するためのソリューションとしての XBRL について 皆さんが率直にどのようにお考えになったかをお聞きしたいと思います。ジョンさん、いかがですかそうですね。証券委員会及び保険委員会の観点では、特に拡張性があるという特徴に興味があります。我々の課題への解決策となりうるかもしれません。これまで財務報告の面を集中的に見てきました。 省庁では税務や統計についての報告のための総合的な解決策も模索していますそのためもう少し XBRL について学習するまで意見をするのは差し控えようと思います私は特に政府の事業全体に XBRL を導入することに興味があります XBRL を使用した SBR と呼ばれるものについて少し聞いたことがありますので中央銀行では大量のデータを収集し処理していますがデータにさまざまな特徴があるせいで多くの場合データが破損してしまっています財務諸表の情報の場合では XBRL は有効であると思いますが XBRL のタクソノミで 複雑なデータ構成に対応できるかどうかがわかるまでは、アンドレアさんと同じく意見を控えようと思います。ただ、バリデーションの能力があるというのは、面白いと思いました。私は、XBRL について多くのことを学び、XBRL は企業にとって役に立つものであると考えるようになりました。特に、XBRL がどのように、 文章である中期や開示情報に使用できるかについて興味がありますね。また、コンプライアンスの用途だけでなく、より広い XBRL 利用の観点を検討すべきだと思います。チャールズさん、このトピックについてもっとご説明いただけるとありがたいです。私は、XBRL は非常に有望な解決策だと思いました。 政府と企業の間でのやり取りに標準の方法を導入できればシステムや成果物の提供における効率性を大きく向上することができるでしょうきっとベンダーは新しいツールの開発に目をつけるでしょうねそうですね私もサラさんと同意見ですもし企業の負担を減らせそのやり取りを向上させられるならば XBRL は、優れた解決策であると言えるでしょう。わかりました、皆さん。ありがとうございます。それでは、また15分間のコーヒーブレイクを取ることにしましょう。